皆さんこんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ、公認心理師のミーブーです。今日もミーラジへようこそ。今日も来てくださって本当にありがとうございます。今日はどのようにお過ごしでしょうか。さて、今日のテーマですけど、頑張りすぎるあなたに送る、ちょっと休んでもいいよの魔法をお話ししていきたいと思います。皆さん結構頑張り屋なんじゃないですか。このミーラジを聞く時点で、割と癒し求めてんのかなと思います。このゆったりとした空気を吸いたい感じとか、私なんかはね、本当にね、家に帰ってくると、例えばテレビとかね、メディアの音がもう本当にね、ダメで、全然音のないところで過ごしてます。といっても日常的に暮らしてればね、いろんな音がしますよね。人の声が聞こえちゃうと、なんかね、テレビの声であったり、メディアの音であったりしても、すごく神経が尖っちゃう感じがするんですね。おそらく私、仕事を終わってモードを切り替えると途端に森の中の人になるんですね本当に静寂を求めちゃうって感じです。これきっと頑張りすぎなんですよね。そう思っています。頑張ることは素敵なことですね。でも時々、もう少しだけ頑張んなくちゃって自分を追い込みすぎて、心も体も疲れてしまうっていうことありませんか。そんな時、あなたに、そして私に、休むことの大切さを伝えるために、今日はブッダのお話とちょっとしたお話を交えて、考えていきたいと思います。ではリラックスして最後までお付き合いくださいね。まず、頑張りすぎる心の癖について考えていきたいんですけど、なんで私たちは頑張りすぎちゃうのかな。私、頑張りすぎなんですよ、結構それはね、自認してます。張り切りすぎちゃう。やるとなればもうバッとやっちゃって、そして電池切れっていう感じでパタッと倒れるって感じでね、これを毎日繰り返してるんですけど、こんなことやってるとね、ほんとある日本当に動けなくなるんじゃないかとね、心配しております。で、なぜ私たちが頑張りすぎてしまうのかですけど、心理学的には自己評価が関係していると言われているんです。ちゃんとやらなきゃとか、これくらいできないと自分の価値が、そんな風に考えてしまうということです。これ私そうですよ、なんかもっと頑張んなきゃとか、みんななんかもっと頑張ってるとかね、私は全然ダメだとかそんな風に考えてしまうんです。自己評価が低いんですね。今日もですね、ちょっとブッダのお話で、こうした心の葛藤に対してどんな風に考えていたらいいのかなっていうね、ところを捉えていきたいと思うんですけど、はい、それではお話いきます。ある日、ブッダは弟子たちと座っている時、ふとこんな話をしました。弓を引くとき、弦を強く張りすぎるとどうなるだろう、と。弟子の一人が答えました。弦が切れてしまい、弓は使えなくなります。ブッダはうなずいて言いました。その通りだ。人間も同じだ。心と体に余裕を与えず、張り詰めたままにしておけば、いつか壊れてしまう。だから、張りすぎた弦を緩めるように、時には心も緩めて休ませなさい。この話、今の私たちにも通じると思いませんか？張り詰めたまま。張り詰めたままです、私。どんなに頑張りたいことがあっても、張り詰めた状態を続けると、心も体も壊れてしまうんです。
だからこそ休む勇気を持つことが大切ですね。今日の休めるための一つ目の魔法です。小さな休憩を許可する。一つ目の魔法は休んでもいいと自分に許可を出すことです。例えば一日の中で5分でもいいので意識的に休む時間を作ってみてください。コーヒーを飲む時間、窓の外を見る時間、それだけで心は少し軽くなります。やってる？やりましょう。次に2つ目の魔法、できることを減らす勇気。2つ目はやることを減らすこと。全部やらなきゃいけない、そんな思い込みを手放してみましょう。ここで頑張りすぎた人にまつわる小さなお話をご紹介します。一生懸命なアリと気ままな蝶。ある日、一匹のアリが朝から晩までせっせと働いていました。もっと働かなくちゃ。食料を集めないと冬を越せない。そんなアリを見て、蝶がふわふわと近づいてきます。アリさん、そんなに頑張りすぎたら疲れちゃうよ。アリは言い返します。蝶さんみたいに遊んでばかりいると冬に困るんだ。蝶はにっこり笑いました。確かに働くのは大事。でも疲れて倒れたら元も子もないでしょ。少しだけお花の香りを楽しむ時間を作ってみたら、きっと元気が湧いてくるよ。最初は聞く耳を持たなかったアリですが、思い切って一休みしてみると、心がふっと軽くなりました。ああ、蝶さんの言う通りだ。少し休むと、また頑張る力が湧いてくるね。どうでしょうか？できることを減らす勇気、やることを減らすこと、全部やらなきゃいけない、そんな思い込みを手放すということです。さて、三つ目の魔法です。自分を褒める時間を作る。最後の魔法は自分を褒めることです。頑張る人ほど自分を褒めるのが苦手。なんででしょうね。頑張ってんのにね。頑張ってますよ。私めちゃくちゃ頑張ってる。あなたもそうでしょ。これぐらい普通って思いがちですよね。私なんかはちょっと自分を見誤ってるっていうか、もっとやれるはずみたいに追い立ててる感じかな。だからすっごく大変だし、すっごく頑張ってるのに、これぐらい普通だしみたいな平気な顔をしたりするんですよね。夜寝る前に今日頑張ったことを3つ思い出してみてください。今日は少し早起きできたとか、嫌いな片付けをしたとか、ありがとうが言えたとか、そんな小さなことでも OK です。私ね、今日は、頑張ったまでは言えないかな。あ、またこうやって自分で少し自分にゆとりを持つ時間を取ったっていうのがありました。この冬に木の葉が落ちてね、葉っぱが何もなくなった森って、そこで生きてる動物たちがよく見えるようになるんですよ。それでいつもはね、あんまりお会いできないリスが枝で遊んでたんですよね。で、いつもだったらね、時間ないみたいな感じでささっと見るのやめて、あ、行かなくちゃみたいになるんですけど、今日はちょっと歩みを止めてですね、リスの動きをしばらく眺めて、マインドフルネスな状態を楽しみましたね。そんな小さな
休息を自分に与えたこと、これが今日頑張ったことかなと思います。自分を認めて褒めることで心に優しさが戻ってきますね。いかがだったでしょうか。頑張りすぎるあなたに送る、ちょっと休んでもいいよの魔法、ぜひ試してみてくださいね。おさらいをしましょう。一つ目は、小さな休憩を許可すること。休んでいいんだよ。二つ目は、やることを減らす勇気を持つこと。そこまでやんなくていいよ。三つ目は、自分を褒める時間を作ることです。今日も頑張ったね。休むことは決してサボることではなく、次に頑張るための大切な準備です。弓をパーンと張ったまんま頑張ってたらね、使えなくなっちゃいますね。自分を何よりも大事にしましょう。今日も一日本当にお疲れ様でした。どうか温かい飲み物でも飲んで、ゆっくり休んでくださいね。最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。また次回お会いしましょう。みぶーでした。